ちは。今日新潟から台湾行きの飛行機に乗る予定なんですけれども、信じられないぐらいの大寒波が来ています。今ジャンボタクシーに乗って、もう電車が止まっちゃってるんで、もうタクシー乗るしかないみたいな感じになってます。もうね、まだどうなるか分かんないの。国内線は全便欠航なんですけど、なんか私たちが乗る便だけ固くなにまだね結果が出ないの。だからもしこれで空港について欠航ってなったら、急いで空港から新潟駅に移動してね、新幹線乗って成田空港まで行って、で一泊して新しい飛行機取って行くことになりますね。24日の夜にドバイ行きの飛行機に乗れないときついんですよ。台北から出るドバイ行きに今の時点で16時半なんですけど、飛行機が出るのがね19時40分なんですよ。3時間前なのにまだ飛ぶか飛ばないかも分かんないってさ、どんだけ飛ぶ？ちょっと気合で飛んじゃう系？これ台湾から今新潟に向かってんのよ。もう飛んでんのか、向こうからは。向こうは飛んでるっぽいから。じゃあ帰んなきゃいけないもんね、彼らは。でもびっくりするんじゃない？新潟見て。なんかすげえな、雪っつって。なんか新潟よく飛行機とかあるでしょ？ネット民の名前なんですけど。はい。北海道とか、はい、青森、秋田の辺は、うん、雪が降ってても、うん、飛ぶんだ。飛んでんのに、同じ日であの辺は運行中なのに、新潟だけ大体結構飛んでる。なんでなんで？なんか視界が。新潟はよく泊まるらしいっていうのをちょっとよくネットで見ました。そっか。その大寒波がね来るって、まさかさって出発日にそんなうまいこと来ないだろうと思ったけど、やっぱり来ましたね。前回ハワイに行った時は、その出発の朝、長女が39度6分の熱を出し、てんやわんやだったんですけど、またかよみたいな。運悪くね、うちら。まあ、そうだよ。冬の、まあ、新潟あるあるということで、はい。今どういう気持ちですか？複雑な気持ちです。だってさ、これでさ、もしこれで飛行機が飛ばなかったら、8時とか9時ぐらいのあの時に乗んないといけないから、多分一泊するよね、もし成田行くことになったら。明日乗るよね。ちょっと複雑な気持ちです。だってこんなことなかったもん、今までの旅行で。もうね、やばいね、もう。今は別に飛べば何でもいいと思います。はい。足が濡れると嫌ですね。ちなみに今のタクシーのメーターをちょっとお見せしたいと思います。はい、まだ道半ばなんですけど、23.66円です。はい。というわけで、どうなるかな？乞うご期待という感じで。今、新潟空港に着きましたけど、19時40分に飛行機が出るはずなんですけれども、18時17分の時点でまだ飛ぶかどうかわからないっていう。使用機が着陸できたら飛ぶんだって。ということでした。はい。というわけで、まあ、とりあえず飲みましょう。お疲れ様です。なんかわちゃわちゃしたね、すごく。飛ぶか飛ばないか分かんなくてさ、すごい茶番劇繰り広げたね。空港にさっき着いたんですけど、チェックインで長蛇の列、勝手に今日飛ばないって判断せずにちゃんとみんな来てました、空港に。えらい。で、僕たちもあと30分くらいしたらね、飛ぶかどうか分かるみたいなので、それまで、最後の日本のご飯、新潟県の名物ヘギそばタレカツを食べて結果を待ちたいと思います。どうやら飛ぶっぽいです。これから、タイガーエアに乗るんですけど、すごい、やっぱタイガーってすごいわ。ここはどこですか？はい、みんな、すすき、今やっとウーバーが捕まって、うん、まだ来てないね。ここから1時間ぐらいなんだっけ。今ウーバーでタクシーを配車してます。おられる心配がなくていいですね。はい、あと1キロです。あと1キロで来ます。はい、今12月の台湾ですけど、結構あったかいのかなと思ってたら、全然普通に寒かったです。運も乗ってきました。今日は
朝起きたら大雪でどうなることかと思いましたが、ね、よかったね、無事に着いて。ホテルでどんな部屋でしょうか。今日の部屋はなんかゲストハウスみたいなところだったかな。ちょっと今日すごい面白い台湾の宿に着きました。今日すごいじゃんじゃん、すごい面白いお部屋です。これファミリーマートで買ったんだけど、めっちゃいい匂いするんだけど、見た目がさちょっと怖い。これ何ですか。これ何ですか。手ですね。チキンの、チキンの手。これ食べれるの。食べれる。骨は食べれない。周りのコラーゲンは食べる。あ、辛っ、辛っ。これ何。ファミリーマートにエッグ売ってて、うん、台湾なんちゃらみたいな。すげえ癖、すげえ癖これ。いや、辛い。うん、くさっ。もう寝ます。私は先に寝ます。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。今からご飯屋さんに行って屋台でご飯を食べたいと思いますね。え、何取れてる。何がちょっと取れてる。何がファンデーション。あら、ありがとう。はい、うわー、見て見て、すごいいい感じなんですけど、なんか匂い、軒並み鼻を押さえてますか。なんかこれが中豆腐の匂い。あ、それでみんな臭いって言ってるのか。あれは中豆腐っていう臭い豆腐なんです。大体納豆じゃん。納豆と中豆腐は違うでしょ。ほぼ似たようなもんじゃん。めちゃくちゃいい感じです。うわー、外国に来てる感じするわ。これは食わない。食べて。ひよってチキンなんですよ、こいつは。用心深いんだよね。パパチョイスしてよ。私も全然わかんないよ。パパチョイスのお店に行きます。イカめっちゃ美味しそう。美味しそう、めっちゃ美味しそう、ね、すっごい美味しそう。プルプルでめっちゃプルプルのなんかコラーゲンたっぷりみたいなお肉。どうやって買うのかも全然わからない。ハロー、はい、チョイス。Oh, thank you. ちょっといい。これなんだろう、これなんだろう、なんだろう、これ。これ何。これはチキン。大悟チキン食べるでしょ。はい、はい、チキンと。これ何。これすごいな。こんなでっかいお耳。これだって全部だよ。これはなんかあの豚のね、足とかチキン。臭豆腐。大悟結構食べてる。これ臭豆腐？うん。はい、食べて。うん。うん、美味しい。なんだっけな、豚のなんか。うんうん、薄い。チキンボーイ。ラーメン食べてみたい。うん、食べな、食べな、うん、なんかパクチーがすごい合う。え、あんちゃん、なんで携帯持ってきてるの。ダメダメ、落としちゃうから勘弁して。それは約束したよね、持ってこないって。今、一番下の子がスマホを持ってきて、ママに怒られてます。はい、ここは台北駅です。すごい。多分ね、15時28分が行ったばっかり。あー、よし。かわいい。あの手の声。場所の名前が難しいよね、はい、なんていう。10分千と千尋のモデルになったところに、はい、今行こうとしてますけど。今行こうとしてますね。はい。2 adult, 3 kids.
まあ日本でいうと東京駅の大丸って感じ。めちゃくちゃいっぱいお店がある。綺麗なお店がすっごい綺麗。上行ってみる？なんかちょっとお店いっぱいあったから行ってみようか。あ、でもご飯上はなんかグルメ。あ、グルメって書いてある。ちょっとヒロル似てない？ないよ。この人に隣立ってみてよほらちょっと似てるウケる。はい、今電車に乗ってこれから9分に向かいます。なんて発音するか未だに分かりません。あの千と千尋のところに行ってきたいと思います。特急列車にね、今揺られて1時間ほどで着くそうです。だから48分に到着書いてあるじゃん。45分にアラームかけよう。ちょっとタイムをかけて寝ましょう。45分。はい、ではおやすみなさい。上、とりあえず上、上行こう、上。はい、行くよ。ここがメインストリートですね。ほら、見て。千と千尋グッズだよ。すごい雨です。すごい雨でございます。臭豆腐のね、匂いがちょっときつい。ヒルルミルクスティック。これどんな味ですか？なんかチーズのパイみたいな。おーそう、今回はあれだからね、エビ釣りがしたい。だからテレビでやってて、エビ釣りはどこでできるんでしょうか。10分終わりました。終わりました。あ、ちょっと最後にこのさ、ランタンを取ろう。ランタン、ランタン取ろう。バイバイランタン。ランタンの通り。そう。10分つっけカオスだったけど、子供は楽しそうだったね。カオス疲れたけど、うん、楽しかったね、うん。なんか原宿みたいだったね。で、観光客がめっちゃいたから。フワちゃんがテレビの番組でね、エビ釣りやってたんだよね、どっか。でもあれナイトマーケットだった気がするよ。じゃあナイトマーケット行っていいかな。行ってみて、もしその泊まってるホテルの辺が晴れてたら行ったらいいんじゃないかな。マジですごい土砂降り、こんな土砂降り久しぶりってぐらい土砂降りだったら。というわけで頑張りました。梅干しを買ってみたんですけど、ちょっと食べてみます。匂いも酸っぱいもんだ。酸っぱいもん。うん、おいしい。今からナイトマーケットに行ってきます。はい、あいにくの天気です。あ、そうです。楽しみなことは。いっぱい食べる。10品ぐらい食べる。めっちゃ似てる。はい。夜市、はい、みんな、はい、行って。ほらほら見て、ゲームやってる、ゲームやってる、ほら。あ、高さんこれやりな。高さんどう？これ、鉄砲のやつ。50元で10発ね。あ、スモー。あ、スモー？スモー。残念。出た、臭豆腐の匂い。臭豆腐。うわ、すごい。これサンマでしょ。やるちゃんがもらってね。さず、シェイシェイって言って。100。いいよ。Thank you。 はい、台湾最終日の夜ご飯を今食べております。これがアスパラ豚。これがキチメンの。これはエビ。これね、エビとイカの炒め物。これはね、フィレステーキ。フィレステーキ。違う違う、それイカだよ、イカ。初めてイカの匂いする。じゃあまあ楽しみましょう。楽しみましょう。美味しい。うん、美味しい。はい、ここ今ゲストハウスの、まあ、ロビーなんですけど、もうちょっとでウーバーが、今日フライトなんです、ドバイへの。こんな感じで預けてます。待ってる間子供たちが見て、子供たち映して、子供たち自分家みたいになってますけど。はい、これはコンビニで買ったなんかジュースなんですけど、なんとアスパラジュース。
で、これが昨日電車乗った時に自動販売機で買ったんですけど、なんかなんだろう、穀物穀物これをちょっと食べてみたいと思います。え、ちょっと爪がちょっとさ、これ取ってくれない？大ちゃん、これこれ、ママ爪が違うでもうパパに開けてもらって。あ、だってもうこここうやればいいだけ。はい、こここれで。うえー、なんかえうえー、これどうしよう。うわ、なんかいろいろ入ってます。いただきます。甘いおしるこチックな味だけど、でもなんか健康には良さそう。いろいろな穀物が入って。じゃあ次アスパラのジュースってなんやねん。このなんかセクシーな女性はどういう意味があるんだろうね。何系だろうね。よくあの外国だとさ、水にさ、なんかこうズッキーニが入ってる水とかあるじゃない。レモンとかさ、いろいろなんか入れてるじゃん。あれみたいな味かな。台湾とか中国語でしょ。でも読めちゃうもんね。健康促進、新陳代謝上げます、素肌が良くなる、美容健康維持とか、なんかめちゃ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 効果効能があるんだけど、これ、はい、いろいろ効果があるアスパラジュース。わえ、なんかね、アスパラの匂い色は色なんですけど、まあなんかこうちょっと透明な、うん、じゃあちょっといただきます。んなんかちょっとよく甘いまた甘いまた甘いです。食レポの苦手な妻に代わり私が。あ、トウモロコシ、もうアスパラっていうかトウモロコシ、これアスパラだわ。あのアスパラでも先端の方の甘いアスパラ、わかる、一番美味しいところ。あなたアスパラのアスパラの下の方のやつじゃなくて、この先端の甘い、しっかり甘い味、うん、いや美味しい美味しい、あ美味しい、うん、どうしようこれ、甘い甘いんだよ、そう、はい、はい、ということで、またいろんな国でこういう珍しい食べ物を見つけたら、はい、じゃあ私が食レポが下手らしいので食レポは全部拾って、奈良さんやって奈良さんやって下手だねからのヒロルのパターンそれでいこう。ではまた次はドバイでお会いしましょう。はい、はい。